はい、今日は今から宝来寺山に登ります。時間は8時24分です。一の門に車止めました。いや、今日は一の門からスタートしたいと思います。行ってきます。この黒い建物かっこいいわ、これ。めちゃめちゃいい。強いって話だけど、ここ別に海じゃないじゃん。すごいね、うん、なんかこういうの移築したのかな、もしかして。違うかな。へ、うん、顔でかっ。松尾芭蕉頭になんかね、これが仏法僧。あ、違うか。てか、うさぎ年、うさぎじゃん、ほら。おー、うさぎ。これらへんにいいぞ。おー、ちょっと雰囲気出てきた。いいねー。さあ、ついに来ました。こっからがスタートです。1400段の階段、行きますか。はい、こっからちょっと神聖な空気に変わりました。石造り周仙人像。何じゃそりゃ、どうやって読むの。さあ、素晴らしい山門が見えますね。おお、馬の背展望台は通行止めです。土砂崩れがあったみたいですね。さあ、笠杉が見えてきました。でけえな。おお、めっちゃ祀られとるな、感じがすごいな。すごい。松光院っていうのかな。松坂院、どちらか分からん。松坂院来ました。中が非常に見てみたい。気になるね、これ。中どうなってんだろうね、中。出れるんだね。頼もうって言って。はい、階段が狭くなってきました。おお、これ狭い、本当に。本当狭い、これ。これ狭いな。さあ、廃墟来ました。はい、立ち入り禁止ですけど、いい感じ、いい感じだけど廃墟なんですよね。さあ、もう終盤に差し掛かってますけど、淡々と登ってますけどね。お、この階段またちょっと狭いな。あ、こっから馬の巣に行くとこね。馬の巣はちょっと通行止めですけど。登ってます。あ、そうだ。これ戦国時代だったらやられてますよ。ああ、岩本院跡。ここちょっと開けとるね。誰かなんか飴をお供えしてる人が。竜の爪跡。なるほど。あ、ここか。体内くぐり、ここだったんだ。どこなのかなと思ってたんだ。ここね。
や、これか、これくぐれる、くぐれるかね、リュックあっていけるのか。そう、はい、さあ体内くぐりで、じゃあ赤ちゃん帰りしてもらいましょう。これこっちからでいいの？いや、普通にいけるでしょこれ。いけん、普通にいけるでしょ。ああ、よいしょ、いけるいける、あ、いか、でも足つるそうだ。そう、よいしょ、うお、くらよいしょ、まだもう一個ある、え、もう一個あるんだ、うん、おお、はい、クリア。でも気をつけて頭ぶつな、あ、もう一個ある、ほんとだ、よいしょ、はい、体内くぐりしました。あ、来ました。あ、赤ちゃんですか？はい、バブー。赤ちゃん若返りすぎた、ちょっと赤ちゃん若返りすぎた。階段はね、もうちょっとあったかな、どうだかな、はい、すごい整然と並んだ階段ですけど、これ登ったら宝来寺到着っすね。はい、宝来寺本堂来ましたね。お、開いとるね。はい、それでは奥の院目指していきたいと思います。はい、来ました。ここが入り口です。はあ、さあ来ますよ。山道上がりすぎた。さあ来ましたよ。ここがな、ここちょっと辛抱のところですね。うん、落ちてくるよ。かなり急です、これ。こう、やばいよ、ここは。さあ、一気に階段で標高を上げてます。登り切っちゃえば楽になるはず。これやりました、チャレンジ、チャレンジ、あ、ぶれぶれぶれ、うわー、すいません、あー、小学不動ですね、ここは。小学不動、小学不動、へー、不動堂とか言って、あ、中に不動明王かな。あ、これなんかちょっと滑るね、このプラスチックの木、なんかどこを歩く、どこ、そう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 。ここかかとを乗せるといい。はい、奥の院来ましたね。来ましたか。はい、来ました。これが奥の院です。あ、壊れた、倒れかかった木は切られとるね。切られとる、前回思いっきりもたれかかっとったけど、あ、この木がね。その木だね。そう。あれで、はい、奥の院、じゃあ上に回り込みます。やべえ、うわ、すげえ、すごい絶景、やばい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 。
おお、なかなかの階段あるよ。なかなかのやつ。さあ、登ったね。お、着いた。着きました。はい、ほら、伊豆さん、山頂着きました。ああ、来ましたか。はい、山頂着きましたよ。はい、到着。ルリ山方面行きますか、とりあえず。じゃあ、はい、私が道間違えてたら言ってくる。いいね、それも。もうね、まっすぐしかないから大丈夫。行きますか。で、この上がルリ山。そうそう。おー、以上だ。この上がね、ルリ山。はい、ここです。これに登るんです。あ、これ登りますよ、ここに。これね、リュック置いた方がいいな。あ、かもしれんね。うん、行きますよ。よっ、あ、やっぱカメラ前に来ちゃうな。よいしょ。やっぱカメラ前に来ちゃうな。よかった。入るんじゃん、怖くて。お、来たね。来た来た。よいしょ。あー、ルリは来ました。そっちじゃないよ。怖すぎて無理無理無理。ちょっと待って、そこは無理でしょ、これ。そこ絶対無理や。あ、ちょっと俺も、はい、ルリさん。あ、標識変わってる。ルリさんってなってる。はい、ルリ山来ましたね。はい、もう精一杯です、ここ。もう怖すぎて無理っす。あ、怖い、怖い。で、手が届いた。こっから飛べって話だ。飛んでも、まあ、知れとるっちゃ知れとるかな。本当は前向きよるん、うん、前じゃないと俺れんか、逆に。ああ、そうかもしれない。後ろ向きはいいか。ああ、どっちでもいけるね。やっぱ後ろ向き。はい、ルリ山からの生還の、はい、お見苦しい姿を見せてますが、ケツからケツから降りてます。ああ、ちょうどいいね。おー、オッケー。どっかか。じゃあ、いいね。いいね。ちょっと、あ、そうそう、こんなのやった。よいしょ。お、なんか雪あるよ、ここ。すげえ。日が当たらないんだろうね、向こう。うん、おー、この斜面綺麗だわ。はい、山頂。ね、じゃあ、とりあえず行きますか。下るんだ。うん、天狗岩。ね、ちょっとね、なかなかの下りやよ。膝に。うん、気をつけて。岩場の登りのまあまあのやつ来た。あ、登りではこの杭いいな。この笑える。ここにロープかけて。ああ、手が笑える。おお、いい木だ。村上さん、この中で何か面白いことやりますか。幅が的にやばいよね、なんかね。ちょっとおかしいよね、クライミングの感じもあるね。この薄さと何これ、これがまた下るの。ちょっとここちょっと要注意ね、なんか狭くなっとる、若干。よいしょ。あ、来た来た、天狗岩。よいしょ。
きました。およいしょ、お危ない危ない、よいしょ、いやすごい。じゃあ次は高内場ね、高内場に行きます。高内場で鳥の鷹ですか、お昼にしましょう。鳥の鷹だよね、鷹を多分撃ったんだよね。もうなんか満足です、今日なんかあの1400段の階段なんて、うん、もうなんか塔の昔の確かに登りが来ました。またほんとアップダウンが多いな。これまたどこを歩いてもいい感じの、よいしょ。さあこの下りを下り切ったら高内場ですね。もうすぐ着きます。ここ結構な下りですけどねはい、高内場来ました。はい、到着。うわ、日差し暑いわ。霞はとろとろちにちまってる。はい、安定のカップラーメンでした。マジやべえ、めっちゃいい匂いする。これうまいやつや。おお、こちら全財です微妙に足りんところ。はい、じゃあ高内場を出て下りたいと思います。はい、元の道に復帰しました。じゃあ次は東照宮目指して下っていきたいと思います。なんでこれ斜めなん、斜めで隙間空いとるっていうねこれね怖いね、これ高所恐怖症長瀬よ。はい、東照宮見えました。綺麗やね。おーすごい、めっちゃ綺麗。はい、東照宮着きました。すごい甲冑だ。金ダフ具足、家康公所用だって。はい、とりあえず売店に寄りたいということで駐車場方面に向かってます。はい、ビュースポット来ました。いいっすね、いい感じ。来ました来ました。さあ売店見えてきました。意外に長いねこの道のり。地味に疲れました。さあここで五平餅か五平団子かなんか食べたいと思います。ここ 2,3 年前に始めたらしいんだって。あ、ほんじゃないわ、うん、ないな、間違いない。いや、このさあ、では帰りますか。階段降りますよ、今から
テンションがだだ下がりです。さあ階段を下りましょう。いますよ。おお、こければいいのに。いやちょっとこの午後の光に照らされた感じがめちゃくちゃ雰囲気があっていいですね。ここはね、どっちかといったら午後の方がおすすめかもしれないです。めちゃくちゃ綺麗。はい、山門が見えてきました。だいぶ下ってきましたね。今日は雨予報だったんですけど、全くのデマでめちゃくちゃいい天気です。すごい西日が綺麗なんですけど、めちゃめちゃ暖かいし、風もないし、すごい良かったです。いやー楽しめました。まあ、階段疲れましたけど、すごい良かったです。何段か分からん。お、帰ってきました。やりました。はい。終わり。さよなら。